します。こんにちは、トムズサイクリングです。お願いします。よろしくお願いします。多分これすごい久々のね、はい、走る動画になると思う。そうだね。はい、はい、梅雨で全然濡れておりません、うん、残念。はい、はい、で今日はね、うん、イベントに呼んでいただいたので来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ツールド日本主催の、うん、戦国ヒルクライム、うん、イン稲崎あまり山、はい、はい、ってことで、山梨県の稲崎市に来ております、うん、はい、で明日レースが、レースとかイベントがあるんですけど、うん、戦国ヒルクライムね、来れますかって聞かれて、あ、いいっすよって感じで軽く受けちゃったんですけど、うん、コースなかなかきついんだね、これ。いや、すごいですよ。 11.7キロ、うん、なんと平均勾配 9.7%。 これは、これやばい、史上最大に辛い。これ史上最大にも。まあその分ね、きっと達成感がね、確かに得られるヒルクライムになると思います。確かに、まあ、今言ったように、まあ、コースのレイアウトはまあちょっときつくて、うん、まあ登りがいがあるので、うん、まあ、山好きの方はぜひ一度挑戦していただきたいなと思います。はい、でね、いろんな実はね、賞がたくさん、うん、すごいよね、あって、豊富。まず、あの武田24賞っていうのがあるんですけど、だいたい表彰されるのって、まあ、1位から7位とか、うん、1位から3位までだと思うんですけど、うん、24人すごいよね、男性24人総合、うん、で、あの賞、表彰されます。はい、女性は3人だった。女性は3人、武田3人で、そう、女性は3人だったと思います。はい、あとは仮装賞とか、面白い、名言賞とか、うん、いろいろあるようですね。まあ、今日はね、うん、楽しさを、楽しいだろうかきついライブになるのだろうか、はい、まあ、そういった、うん、きつさを乗り越えるっていう楽しみもあるんで、うん、まあお届けできればと思います。はい、はい、では明日よろしくお願いします。
はい、終わりました。はい、はい、いやでもね楽しかった楽しかった。そう、登ってみたらね意外と楽しく登れました。いやいいな、また出たい、また出たいね、うん、普通になんか出たい。スイカとか、うん、あるんだ、桃とか、あ、じゃあ食べよう食べよう、食べれるみたいです。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。篠野さんの後ろ姿ね、うん、5分ぐらい見えた。え、すごいな。5分頑張る。すごい、遥か遠くに見える点でしょ、うん、だんだんちっちゃくなって。最初は結構きつかったんですよね。なんか橋渡ってたらズドンみたいな感じの。うん、あそこからしばらく前の人ずっと見えるから、あ、まだそう、直線だったからね。つづら折りになったら消えた。あ、もっと前か。その時もずっとあの、うん、エースが、エースさん、そう、エースが横走ってて速いと思った。見えてない、見えてない、見えてない。ランの人見えなかった。意味が早いんですよ、みんな早い、みんな早い。また来年も、また来年も、はい、はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、無事下山してきました。いや、すっごい楽しかった。楽しかった、マリアマ。なんか、うん、平均車道きついし、うん、車でひそいた時確かにやばいなって思ってたんですけど、うん、実際登ってみるとね、もう本当に楽しい、うん、なんかきついなって感じる前に楽しいな楽しいなで終わっちゃいました、うんうん、ね、うんうん、いや、また来たい、ここはね、本当に、うん、実際にこうやっぱり表彰式に参加させてもらったんですけど、うん、すごい表彰をする賞が多くて、ね、うん、あと、うん、24人にジャージが配られるってすごい、うん、ね、羨ましかったね。羨ましい ね。でも本当に早いですよ。いや、マジで早い。本当早い。その24人は皆さん本当にすごい。レベル高いです。本当に大満足の戦国ヒルクライブでした。はい。はい。なんかあの、うん、地元のご飯もいっぱい売店があって、ね、美味しそうでした。うん、じゃあお疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ最近でした。